お、決めたか。どっちに入れるんだ。俺は、山田が好きだ。おい、人気投票で何愛の告白してんだよ。え、あ、コスダ君大ちゃん、でけえ声だったな。山田持ち入れるだけでよかったのに、どこまでバカなのよコスダ。アービー型エチケなのに息が苦しい、涙出そう。なんで胸が苦しい。まさか、なわけない。告られたくらいで、この私が、コスダのくせに、コスダのくせに、コスダのくせに迷惑よ。どきゃー、勘違いの上に玉砕。おっとこらしい。コスダくん、その、迷惑だったら、私でよければ。子供の頃に私も相談したし。ごめんな、幼なじみとはいえ普段あんま話したことないのに。さっ、なんでも。そう、山田さんとは何度もデートしてたの。うん、でも学校じゃ全然仲良くないよね。やっぱそう思う。俺からかわれてるだけかも。そんなことないよ、山田さんは優しくていい人だもの。え、そうかな。山田さんのこと好きなんだよね。コスダくん、みんなの前で告白したよね。かっこよかったよ。そんなこと。山田さんの本当の気持ちがわかる時もきっと来るよ。宮野、なんかマジで元気出てきた。宮野っていいやつだな。また相談を聞いてもらってもいいかな。うん。もう前言ったら、好きな人の恋の応援してどうするの。いいな。でも相談に乗ってるうちにくっつくってよくあるよね。え、やめて、悪魔のささやき、やめて。あれ、どうやって脱がせばいいんだ。やべ、わかんねえ。お兄様、どこにいらっしゃるの。ダメよ、早くしないと。あれを生で見ることができなくなる。生のチャンスがなくなってしまう。こうなったら私一人で。要するにご自分が見たいんですね。でも生を一人で見るなんて怖いわ。せめて誰かと一緒に生を。山田もコスダもいないな。うまくやってんのかな。宮野ちんもお手洗い行くって言ったっきり戻ってこないし。生下さん、あ、いや、竹下さん。あ、金城さん、ちょっと一緒に来てくださらない。え、私いいけど何かあったの。顔赤いよ。いいからついてきて。え、あ、生を二人で見れば証人にもなるわ。ねえ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 、ダーリン、私と結婚してくれる。ああ、じゃあ婚姻届出しとくね。ああ、怖い。イケメン、イケメン。山田さん、もう帰ってしまったのかな。今頃どこでロマンチックなイブを過ごしているんだろう。お主の妹の部屋でエロチックなイブを過ごしとるぞい。逃げた。ブラモ、あれ、くそ、振り向け、あたし、早く振り向いて見せて、脳札。そうじゃ、振り向け。公園で服の上から触った時と全然違う。なんかしっとりして、そして手のひらの中心に当たるこの感触は。やっぱやめとかダメだよね。金城さん、何焦ってんだろう。そんなに大きくないけど、
柔らかい、柔らかすぎる。泣くなよ。そこは、声我慢できない、恥ずかしすぎる。たかがコスダに触られたくらいで、でもダメダメ。そこまでよ。出てきなさい。出ないと、開けるわよ。本当に開けるわよ。3秒以内に開けなさい。行くわよ。1。誰もいないよ。え、いない、本当に。ほら。あ、危なかったわ。今の金城だよね。なんで、ここはパーティーの客がエッチするための部屋でしょ。早く出てってよ。それにしても、こういう時なんて綺麗なんだ。私ばっかでずるい。コスダも脱ぎなさいよ。どうと、ついに、ついに、ついに、山田に、あの山田に、うまくできっかな、俺。きにゃー！ごめん、痛かった？もうダメ、コスダのくせに、コスダのくせに。それじゃ行くよ、山田。来なさい、コスダ。あれ、ずれてる。もうちょい下じゃ、そこでまっすぐ。違うか。うわ、なんだ、なんだ。足首亀裂骨折、つまりひびね。頭も打ってるから一応検査します。3日間入院。お大事に。またしても生殺し。もはや宇宙に存在する大いなる意志が働きかけてるとように。もう眉ったら、少しは自分のこともお願いしたら。コスダ君のそばにずっとずっといられますように。へえ、こんなところに神社があったんだ。ここならうちから近いし、人も少ないから。何をお願いしたのか聞いてもいい？え、バカ。そんなもん、あんたと同じことに決まってるじゃん。今すぐ退学したいやつがいるらしいな。いるよな、飛ばしすぎてマジ痛い目に遭うやつ。あ、コスダ君。コスダ君。あ、写真撮って。はいはい。メアド教えるから後で送って。いや、これデジカメじゃないんだよね。コスダ君、私たちも。はいはい。コスダのやつ、写真係だからってモテると勘違いしてない？全部京都名物じゃないから。はいはい。コスダ君、荷物棚にあげて。はいはい。コスダ、肩もんでくんない？はいはい。勘違いはしてなさそうだが、これはこれでなぜか。女心は複雑じゃの。それ映画村のパンフ？ああ、去年母さんが行ってきてさ。へえ、面白かったって？結構楽しめたってさ。いいよな、修学旅行。自然と会話が増えるし、僕たちのセリフも普段より多いし。でも告白は難しいよ。やっぱり二人きりにはなれないし。コスダ君。あ、私たちも撮って。綺麗に撮ってね。はいはい。裏切り者、とても告白なんて雰囲気じゃないし。裏切り。コスダ、ちょっとおいで。え、あんたも少しは写真に写りなさい。ほら、山田と一緒に撮ってあげるから。え、誰があんな
勘違いの裏切り者と。いいじゃん、みんな撮ってるよ。俺欲しい、山田とツーショットな。でしょ、ほら立って立って並んで。1枚だけよ、特別だからね。修学旅行。とうとう最後まで何もなかった。コスダ、私のこと好きなんじゃないの？なんかバカバカしくなってきた。もうマジで他の男に乗り換えようかな。山田！な、コスダ！間に合った！同じ電車だったの？乗り換える前から追いかけてたんだけど、ラッシュに潰されそうになってる子供を助けたり、痴漢に間違われたりして。カスダらしい。俺、カスダが追ってきた。山田に話しておきたくて。カスダが追ってきた。話すことなんてないよ。とにかく聞いてくれ。知らない、あんたなんか興味ないよ。待ってよ、俺前から山田のことが、俺山田が、山田のことが、やったやった、とうとう告白できた。格好悪かったけど、これでスッキリした。山田のどんな返事でも受け入れるぞ。怖いけど。よく聞き取れなかった。スケスケ下着？ストリーキング？でもやっぱ好きだよね。わざわざ追いかけてきてまで言おうとしたことだし。